あの、もう一回言ったのか。そう、ここら辺も全部映して。あの、本当にみんなが大好きや。わかる？うん、はい。僕はわかります。うわ、なあ、もう姉さん来た。これやばいって。あの、京子姉さん、このね、お姉さん、いやいや、ほんでこの姉さんが二代目は坂田恵子やな。意味がわからんねん。二代目、京子の二代目坂田恵子やと。あ、なんで今サーク。ありがとうございます。やけど全員可愛い。ほんまに射程ばっかりやから。イエーイ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。これもうカオスやからさ、学校へ。人のためによかれと思う。西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは人をたやすくにしなびた。春を眺める余裕もなく、なんでやねん、わかれ。夏を乗り切る力もなく、秋の葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。はい、今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。わかるか。終わりは始まりや。そういうことや。終わりは始まる。我が人生終わったと思ったの、実は始まるなや。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。姉さんどこ行くや。今日で全てが終わってもやな、今日で全てが変わるんや。今日で全てがな、結局報われるんや。今日で全てが始まるさ。これだけ言わせてくれ。終わりってな、始まりない。人生もう終わった思った瞬間が始まりなんや。分かってくれ。そうだと思います。だからお前さんが怖い。